ラングレーの問題。ラングレーの問題は、EM ラングレーが1922年に発表した、平面幾化学の問題である。AB イコール AC、BAC イコール20度の二等辺三角形 ABC がある。辺 AB 上に点 E、辺 AC 上に点 D を取り、CBD イコール60度、ECB イコール50度となるようにしたとき、BDE の大きさを求めよ。点 A を省き、 四角形として出題されることもある。この問題は、1922年のザ・マセマティカル・ガゼット10月号に、ラングレーによって、A プロブレムのタイトルで発表され、翌年5月号の特集記事で複数の解放が紹介されている。しかし、例えば、1916年のケンブリッジ、大学学問検査において出ているなどもっと古くから、ある古典的な伝説の難問とされている。 日本では1967年と1971年の2度、数学セミナーのエレガントな回答を求むで出題されている。受験算数では、1972年に、なだ中の2日目の1番に出題されたことにより、広まった。初等期科学的解法を3つ挙げる。他に三角関数を利用した回答などがあるが、いずれにしても BDE イコール30度が得られる。A を中心として、 AB を半径とする円を描くと、BC はその円に内接する正十八角形の一辺となり、問題に登場する他の線は、同じ正十八角形の対角線の一部になる。正角四角形問題四角形の四辺を呼び、対角線のなす角度がすべて整数となるものを正角四角形という。また、渦の正角四角形において、角度 A、B、C、D が与えられて、 角度 E を求めるような問題を正確四角形問題と呼ぶ。ラングレーの問題は、正確四角形問題のうち、イコールとなるものに相当する。一般の四角形では、A、B、C、D が、いずれも整数であっても、E が整数となるとは限らない。例えばイコールの場合は、E イコール16.91751という無理数となる。A、B、C、D、E が、 いずれも重度の倍数となる問題群については日本でも初等幾何による証明を網羅した研究例が存在する。海外では1970年代末にイギリスの J 会リグビーが一部の問題群を除いたすべての正確四角形問題の初等幾何による証明を体系的に示した例がある。リグビーが初等幾何で証明できなかった問題群については 2015年10月までにすべて初等期間による解放が出揃った。正確三角形問題三角形の内部に1点を取り、その点と三角形の拡張点を線分で結んだ図形のうち、三角形の3辺を含む6つの線分のなす角度がすべて整数となるものを正確三角形という。また、渦の正確三角形において、角度 A、B、C、 D が与えられて、角度 E を求めるような問題を正確三角形問題と呼ぶこともある。正確三角形は平面上の4点のうち2つずつを結んだ6本の直線同士のなす角度が全て整数であるという意味において、正確四角形に準ずるものとみなされる。ありがとうございます。